うさうさうさでかっ。ちょっとゆっくり近づくか。あ、多分あれ登れないって言って詰まるやつよ。よく詰まるねん。ウォンバットみたいな動き。左行っちゃうかな。あー、あっちの登れる方に行っちゃうかな。閉まるのか。面白い動きやな。走るの下手くそそうだなこれ。ちょっと止まるか。これちょっとこれなんだなんだ。あー、登れる場所探して。登った登った。はい、じゃあ左左左。うわ、ほんといっぱいおるなこれ。ちょっとどうしよう、どうしようかな。あ、横断する、横断する木。ああ、やっぱダメか。逃げるまでが呪いな。降りました、黒ウサギです。見つけられましたね。ん、数年前まで個体数回復してたけど最近はまた減ってきたんだったっけ。いや、奄美は知らないです。沖縄はそうだけど。なるほど。奄美はでも猫とか取り組んでるから回復してるんじゃないですか。回復してるんかな。不安なのは、さっきの猫を見て数百メートルぐらいですか。いや、マジ同じ山にいるんだな。これ恐ろしいですね、ほんと。こちらが奄美のクロウサギでございます。あ、登っていきましたね。帰りですけど、クロウサでした。クロウサギめっちゃ爪ある。クロウサギこんな爪あるんですね。前足もすごい爪ありますね。